奈良の奈良の四季軍の作者の人はもうね2年ほど前かな、もう亡くなったんですよ、うん、それでちょっと販売に行ってます。でこれは焼き物でも漆を塗ってね、うん、筐体というこういう字が書いてます。こんな感じ、うん、わあ、なんでタイなんやろな、うん、あの漆器用語で筐体っていう言葉があるんですけど、もともとはタイ字のタイですので、まあまあ、 素地ベースになるものっていう感じです。なんかこれだ、なんか私ら和歌山やけどちょっと違う、あな、ね、ちょっと ね違うね。和歌山と海南の乗り物やな、ただ漆を塗って一遍また釜でねちょっと焼くんです。あまりこうやったら、その後のあると思うよね。生地作る時にね、ちょっと焼く時もあるんですけど、まあまあ最終的には普通の本塗りでやってるんですけど、ね、漆の繊維も多分もう飛んでる境、大概漆弱い人でも大丈夫な、うん、漆弱い人、はい、もうこれは遺作やからもうあるだけ、あるだけです、はい。でこれは島根県の、はい、大根島っていうところがある。大根島、大根島にある素晴らしいです。宍道湖の近くの島で、ね、これ航路っていうことはアクここ、ああこんなになってるの、ここでしか取れへん石、大根島、はい、聞いたこと言うてるから。この石もまた変わってるんですよ。なんか何石とか。何石とかってないんですよ。トムロ石とまた違う。違います。また違う。石川のな、あれもあったんやけどね。はいはい、トムロ石。ようこんな石あったもんですね、このな。それを生かして、ね、いかに造形するかということです。こんな石見たことないよ、長いこと言ってるけど。スクラップでこんなに分かってくる、一部真珠を使ったり、ちょっと漆のパーツをちょっと入れたり、で、まあ、あの石をちょっと入れたりして、これも大根じわ、これも漆を塗ってるんです。ちょっと苔蒸したように見えてますけど、漆を塗って、漆にあの顔料がいろいろあって、専用の顔料がね、赤と黒だけじゃなくていろんな色が出せますので、赤と黒だけやと思ってたわ。これはあの中谷さんだから、あ、これの、これが赤い、これは高野山の近くの川で取れた石です。へぇ、なんか支部です、浜川町、浜川町まで行かへんけど、ね、行かへん、どういうこと、高野口の時は橋本口ちゃんでだいぶ手前やね、あれは何でこれ、で裏からほらトンネル2つ越えて高野山を払っていくとこあるでしょ、怖いとこ、でその途中の何ちゅうの大門、なんていうの、こうや両日から名のといかんと恨むところを、はい、ありがとうございます、ところ、あ、ありがとうございます、中を見る、もうブラックブラックでいいです、はい、ありがとうございます、これ見つけたら宝物やって言うて取ってくるんでしょ、これで磨いてこんな綺麗にすんの、これ秘密で言われ、うん、え、磨き方、じゃあこのある場所がね、あ、ある場所か、秘密の場所です、うん、ただこんなんでもあのプロでも見つけるのは偶然やろ、いや私は軽量にしてるからね、ああ、分かってる、うん、ほらこう、あ、見るんやけどあんま興味なかったんですよ、今までなんか青い人がこんな人がゴロゴロしてんやけどね、でたまたま見せたら、あ、ええんちゃうか、ちょっとまあ自然な風合いをもちろん残しつつ、あの人工的に取れてくれてる、こんな感じ、ここなら、ええわな、